ホテルダーウィン、1941年撮影。ホテルダーウィンは、かつて、オーストラリア北部巡州ダーウィンの中心部の海岸通りにあったホテル、グランドオールド・ダッチェスと通称されていた。このホテルは、1942年のダーウィン空襲や1974年のサイクロントレーシーでも被災を免れたが、1999年に解体された。 元々の敷地の裏側で営業していたバーは、ホットコールドバーと称されていたが、現在は、ホテルダーウィンという名で営業している。ホテルダーウィンのレストラン、クリーンルーム。ホテルダーウィンは、スティーブンソンターナーに所属していた、DK ターナーによって設計され、イトアズビルトオンザ、サイトオブザオールドクラブホテルアット、A コストオブビトゥイン5万ポンド、8万5千ポンドが、 建設に投じられた。ホテルの開業には200人が参集し、ノーザンテリトリーの行政長官であったオードリー・アボットが公式に開業を宣言した。アボットの妻、ヒルダー・アボットが黄金の鍵で扉を開けたが、この鍵はノーザンテリトリー博物美術館の運営のもと、ダーウィン軍事博物館の中に設けられている、ダーウィン防衛の経験の展示の一部となっている。 当時、ダーウィンの有力者の一部が開業式に招待されなかったことが物議を醸した。当時の状況は次のように表現されている。非常に重要な問題だ。これらの影響力のある人々は意図的に無視されたと考えるかもしれない。郵便局の担当者はこの状態を無視していたのではないかなどとして強く咎められたりすべきではないエーベリーシリアスマター。 テーゼインフルーンシャルメンマイトシンクザットゼイハブビーン、デリーブラトリーイングノード、ザポストオフィスオフィシャルキャンノットビートゥーサビアリーセネチャード、ホーゼアネグレジェンス、1947年、共産党が300人以上の署名を集めて、ホテルダーウィンをコミュニティホテルとすることを求める請願を出した。その後、パスパリスとスタンリー・トマス・ローレンスが、このホテルを競売で落札した。 1948年、ローレンスは価格表を適正に表示していなかったとして罪に問われた。この苦段の係争中、パブではビールの提供が停止され、ホテルの歴史の中でビールなし、お楽しみなしの日々と称された。ホテルダーウィンにはピクルドパロットというピアノバーとグリーンルームという高級レストランがあった。1990年代になるとホテルダーウィンは ガンで穴だらけとか構造的に危険などと言われるようになった。所有者であるパスパリスホテルインベストメントグループはホテルを1999年9月9日に解体すると発表したが、これは建物の構造的健全性に重大な疑念が確認されるとした報告書2通を受けてのことであった。農産テリトリーのナショナルトラストは順州の土地、計画、 環境大臣であったティム・ボールドウィンに遺産保護法に基づいて介入することを求めた。最高裁は9月10日付で差し止め請求を認めたが決定直後に開始された建物の解体を阻止することはできなかった。ホテルの解体に反対し抗議していた人々は怒り狂い、警察は事態を収めようと動いた。多くの人々には野蛮な破壊行為と映るような形で、 ホテルダーウィンは9月11日の朝までに解体された。ありがとうございます。